セブンティーンがトゥエルフスミニアルバムを通じて絶大な人気を証明した。21日、ハンテオチャートによると、セブンティーンのトゥエルフスミニアルバム、スピルザ・フィールズは、発売から1週間、集計期間、10月14日から20日で、合計316万611枚を売り上げた。 これは、今年発売された K-POP アルバムの中で最も多い初動売り上げ、発売直後、1週間のレコード売り上げ、で、発売から1週間でトリプルミリオンセラーを達成した唯一の記録だ。これに先立って、ベストアルバム、17 is right here, でサークルチャートの上半期レコードチャートでトップとなったセブンティーンが、 年間売り上げ1位を達成できるか、注目が集まっている。タイトル曲、ラブ、マネー、フェーム、フィーチャリング、DJ カーレッドも人気を博している。この楽曲は韓国はもちろん、日本の主要音楽配信サイトのリアルタイムチャートで上位圏にランクイン。最近、同楽曲の英語バージョンとスペットアップバージョン、ヒッチハイカーリミックス、 タックリミックスが追加公開されただけに、世界中のファンの反響が続くと見られる。セブンティーンは同日0時、収録曲、Eyes on You のミュージックビデオを公開し、話題を集めた。それぞれの方式で日常を過ごしていたメンバーたちが、お互いに出会って人生と苦痛と喜びをシェアする過程が、スタイリッシュな映像美で盛り込まれた。 イギリスの有名 DJ 兼プロデューサーとコラボレーションしたこの楽曲は、最も正直な姿で共に過ごし、より大切な関係を作ろうとするセブンティーンの意志を表現している。彼らは22から23日、現地時間、ローズモントを皮切りにニューヨーク、テキサス、オークランド、ロサンゼルスで10回にわたり、セブンティーン、ライトヒアー、ワールドツアー、 を開催する。その後、日本の四大ドームとアジアの主要都市を回り、世界中のファンと忘れられない思い出を作る予定だ。